アホウドリ、ちょっとかわいそうなネーミングだよね。なんでこんな名前になったんだろう。アホウドリは絶海の孤島に住んでいる。それで人を見ても警戒心が薄くて簡単に捕まえることができたんだ。それに体も大きくてのろいし、飛ぶためには助走も必要。それで船乗りたちに、捕まえやすくてアホな鳥がいるぜって言われて、アホウドリって呼ばれるようになったんだって。一時は羽毛を取るために乱獲されちゃって絶滅寸前の危機になったこともあるんだ。でも実はアホウドリってほとんど羽ばたかずに数千キロも飛ぶことができるすごい鳥なんだよ。今日も見てくれてありがとう。明日も見てね。バイバーイ。